すごっ。もうまさにじゃない。はい、皆さん今回もご視聴いただきまして誠にありがとうございます。ちょっとね、実験的な企画で私もこれどうなるかわからないんですけれども、今からですね、最近話題のチャット GPT という、皆さんご存知ですか？なんかまあ AI でいろんなことを打ち込むとね、すぐに答えてくれるということで、まあこれからいろんなこうね、仕事の何ていうのかな、効率を良くするために使われていくんじゃないかということで、もう今でももう結構いろんなところで使われてるんだと思うんですけど、私はねそんなあんまり使ったことないです。ただ、まあ3年半ぐらいですか、いろんな方のこう歌声解説をさせていただいていて、まあ歌の先生歴ももう23年目かな、今年やらせていただいていく中で、チャット GPT さんが一体どんなことを言ってくれるのか、例えばまあ歌の歌い方とかね、発声の仕方とか呼吸の仕方とか、そういう私が普段生徒さんにこう教えさせていただいていることを実際どういうふうに答えるのかなとか、それから私がいろんな人のこう歌声を聞いてきて、この人の歌声は声だな、声だな、こうだなとか、思ってることを果たしてチャット GPT 君はちゃんと答えてくれるものなのかどうかという、私も事前にもちろん調べておりませんので、実験として今日ね第1回目で京本大我くんね、ストーンズの、歌声をチャット GPT さんはどういうふうに思ってるのかということを、今ここでこうリアルタイムに聞きながらですね、お話をチャット GPT さんとしていこうと、まあ、チャット形式ですよね。だからどういうふうに打ったらいいかというと、早速行ってみたいと思うんですけど、京本大我くんの歌声ってどうって打ったらいいのかな、ね、あんまり使ったことないですけど、これで、これで再生ボタンじゃないわ、投稿ボタンを押すとブワッて一気にあの答え出してくれるらしいんですよ。それじゃあちょっと試しに行ってみましょうか。京本大我の歌声ってどう、ポチ。京本大我さんの歌声は多くのファンや専門家から非常に高く評価されていますと。彼はジャニーズ事務所のアイドルグループストーンズのメンバーであり、その中でも特に歌唱力に定評があります。いいんじゃない、ここまで、ここまですごいね。はい、京本大我さんの歌声の特徴と、美しい高音、特に高音域は魅力的で透明感がありながらも力強さを感じさせる声質です。完璧ですね。皆さん首がもげるほどうなずいてるんじゃないかと思いますけど、そうですね、もうここまではもうまさにその通りだと思います。表現力の豊かさ、感情を込めた表現力が高く、こうね、あ、こうやって読んでいくとこうやっていけばいいか、ね、この画面録画しながらやるのも初めてなんですけど、感情を込めた表現力が高く、歌詞の意味や曲の雰囲気を巧みに表現することができます。はいすごくない？はい、ミュージカルでの経験、ミュージカルの舞台経験も豊富で、その経験が彼の歌唱力をさらに引き立てていますと。特にエリザベートやニュージーズなどの演技と歌の評価は高いです。はい、さらに技術的な安定感、音程の安定感があり、ライブパフォーマンスでも安定した歌唱を披露します。はい空の音も出ないですね。最後いきましょう。彼の歌声はアイドルという枠を超えてアーティストとしてのポテンシャルを感じさせるもので、はい、多くのリスナーから支持されています。うん、良い回答ですすごっ。もうまさにじゃない。美しい高音、表現力の豊かさ、ミュージカルでの経験、技術的な安定感、すごいわ。もうそうですねっていう感じ。うーわ、こんなにきっちりと言ってくれんの、もうこれ以上ないよね。最高に褒めているし、もちろんね、だし、私が言いたいこと、今までこういろんな楽曲歌声解説で言ってきたことをほんの数秒ですごいな。え、これもう一個ちょっと言ってみようかな。京本大我くんの歌声の
一番良いところ。私は、まあ、ここにも出てますけどね。やっぱり高い音が綺麗に音域も含めて出るというのプラス、その高い音が決して苦しそうになるわけじゃなくて、非常に響きの深い、太いというか、声のまま高い音がうわーといって、プラス私はね、ビブラートがやっぱり特徴的だと思うんですよね。だから今私が京本大我の歌声の一番いいところだと、まあ一番ってなかなか見つけるの難しいですけど、ビブラートって言ってほしいんですよね。はい、ちょっとこれで出るかな。皆さんファンの方もね、あの大我のやっぱビブラート好きでしょ。これで言ってくれるかな。京本大我の歌声の一番いいところは、いいところかな、特徴的なところかな、まあ、でもいいか、一番いいところって聞いてみよう。えい、こそ、お、早い早い。一番良いところは、その透明感のある高音と豊かな表現力にありますと。早い早い、そして、早い早い。透明感のある高音。京本さんは特に高音域が得意で、そのクリアな声質が魅力的ですと。高音が澄んでいて、伸びやかに響くため、聞く人に心地よさと感動を与えます。GPT。この高音は彼の歌声を個性的で唯一無二のものにしており、多くのファンに愛されています。はい。さらに2番。感情表現の豊かさ。京本さんは歌詞の意味を深く理解し、感情を込めて歌う力があります。彼の歌声には繊細さと力強さが共存しており、曲ごとに異なる雰囲気や感情を巧みに表現します。特にバラードではその感情のこもった歌い方が際立ち、聴く人の心に響きます。はい、そうですね。もうタモリさんの笑っていいと思うのお客さんの掛け合いみたいな。そうですね。安定した歌唱力、ライブやミュージカルのパフォーマンスにおいてもその歌声の安定感が際立っていますと。難しい楽曲でも音程をしっかりと保ちながら聴き手を魅了する技術を持っています。これらの要素が組み合わさり、彼の歌声は非常に独特でありながらも多くの人に愛される大きな魅力となっています。GPT、そうですね。ちょっとズバリいきましょうか。京本大我くんのビブラートについて、ブじゃない、ビブ、ブルじゃない、ビルじゃない、ブ、ビブラートについてと言いますよ。なんか面白くなってきたな、これ。あ、違う違う。開業しちゃった。について、ポン。はい、送りました。ビブラートについて。考えてる。考えてるよ。あれ、もう何も答えてくれなくなった。これ良い回答です。あれ、もう一回いこうか。京本大我のビブラートについて、トン、えい、トン、これか。京本大我さんのビブラートは彼の歌唱力を象徴する特徴の一つです。そうですね。以下の点で非常に高く評価されていますと。京本大我のビブラートの特徴。すごいな。自然で安定したビブラート。京本さんのビブラートは、止まらないね。しかもこういう動きが、ちょっと待って待って待って、はい、ビブラートは非常に滑らかで自然な揺れが特徴です。そうですね。無理に作られた感じがなく、はい、音程の安定感があるため聴いていて心地よさを感じさせます。特に音の最後を美しくまとめる際に彼のビブラートが効果的に使われています。はい。2、感情表現を引き立てる。これよく出てきますよね。ビブラートを使うタイミングは非常に巧みで、感情の起伏を表現する際に効果的に使います。はい、切ないバラードでは繊細なビブラートが曲の雰囲気をさらに深め、力強い楽曲ではビブラートの幅が広がり、力強さを引き立てます。なんかちょっと素晴らしいコメントなんですけど、もう完全にやられてる感じしますね、私、GPT さんにね。高音域でも美しく維持。京本さんは高音域でもビブラートを美しくコントロールできるのが大きな特徴です。はい。多くの歌手が高音でのビブラートに苦戦する中、いいですね。彼は、その音域でも音程を崩すことなく透明感のある響きを保ちながらビブラートをかけています。さらに4、舞台での経験が生かす、生きていると。
ミュージカルで培った表現力と技術が彼のビブラートにも影響を与えていますと。舞台上での歌唱力が高く評価される理由の一つがこの巧みなビブラートの使い方ですということで、京本大我さんのビブラートは曲の世界観に寄り添いながらも彼自身の個性をしっかりと表現できる武器であり、彼の歌唱をさらに際立たせる重要な要素になっています。お見事こりゃすごいですよ皆さん。チャット GPT 言ったらすごいですね。これは私これやる前にね、なんだったら足りてない部分をちょっと補っちゃおうかなぐらいの先輩ずらして始めてみましたけれども、ザ・グーの根も出ない、あ、間違えた、ザ・グーの根も出ない結果となりました。皆さん素晴らしいですね。大我君の歌声を見事に言葉にして、そして文章にして表す機能に優れまくっております、チャット GPT さん。そうです、もうおっしゃる通りでございます。これはちょっといや、びっくりした。これは私大我君の歌声で今日初めてやっていましたけど、私まあボイストレーナーというお仕事をしてるんで、ちょっとさ、高音の出し方とか呼吸の仕方とかうまく歌うにはとか、そういうことちょっとお聞きしてみようかな、 GPT さんに。こういうものがあるんですよ皆さんね。今回は本当実験的ではありますけれども、チャット GPT に京本大我君の歌声について聞いてみた。ボイストレーナーがそこに補足をしようと思ったら、補足するどころか完璧なまでに言われて困ってしまったよという、動画を皆さん最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました。